金沢流北条氏は、鎌倉時代の北条氏の一族。武蔵国倉紀軍、六浦小金沢座との地が、加盟の由来とされているが、通称として使われるのは、南北朝以後。鎌倉幕府、第二大執権、北条義時の逸子を、サネヤスから分かれ、価格は、サネヤスの同母兄、政村の着刑に次ぎ、サネ時が政村の娘を、 貞ダが時村の娘を正室に迎えて隕石関係を持っている。巨漢は、賢治が鎌倉赤橋邸を賜り、囲碁も使われている。菩提寺は、金沢里の正名寺。子祖は、サネエスであるが、サネエスは若くして出家しているため、内勢の基礎を形成した二代サネトキが、実質的初代ともされる。サネトキは、 北条氏の総領特捜家の庇護を受けて、有力後家人となり、叔父にあたる政村の娘を正室に迎える。三大賢治は、執権、北条と木舟の死後に幕政を主導していた、足立安森の娘婿であり、公安8年に、特捜家秘官の内官僚、平頼綱の作望で安森派が粛清される、下月騒動が起こると、事件に連座して、失脚。 出家して陰性している。永人元年に、執権、法上貞時が頼綱を滅ぼして、特宗家主導の幕政を復活させ、失脚していた安森派を復権させ、賢治も幕政に復帰する。四代貞明は連所として、法上高時政権を支え、一時的に執権に就任。学問の家柄としても知られる金沢氏は、妙行道清原氏の仮説に学び、 サメ時は隠居した後に別居した金沢座とに和漢書を収集し、金沢文庫の基礎を作る。六原短大として京都に赴任した佐田明も本格的に文献収集している。金沢市の加盟とされる六浦章は六浦号、鎌里座と富岡座と金沢座から構成される。憲法元年に和田合戦で北条氏の所領となり、 はじめは、将軍家の関東御領で、金沢氏はその児童職を務めていたと考えられている。佐根正が、鎮税丹大として赴任して、以来は、九州にも、所領を持ち、幕府滅亡に際して、鎮税短大が滅ぼされた後も、菊高生らが北九州を中心に、北条残党を集めて抵抗している。初代、実技は将軍、源、佐根友、えぼし親として、 その一時を与えられたが、後に、徳宗家の当主である長兄、安時の一時を受けて、サネ康と改名している。一行も、二代サネ時が同じく、安時を、三代賢治が自習を、四代貞ダキが、貞時を、エボシ親として一時を付与されていることから、 北条氏一門の中で将軍を烏星親として一時を与えられていた特捜家と赤橋流北条氏に対し、金沢流北条氏の当主は大仏流北条氏の当主と共に、それよりも一段階低い特捜家を烏星親とする家と位置づけられていたことが指摘されている。ありがとうございます。